イングランドのノッティンガムにあるマイクロブルワリー、キャッスルロックブルワリーの建物前に積み上げられたキャスクやケグ。マイクロブルワリー、ないし、クラフトブルワリーは小さな規模でビールを生産するブルワリーであり、典型的な場合には大企業であるビール製造会社の一つのビール工場よりも規模が相当に小さく独立した資本の所有のもとにある。こうしたブルワリーは一般的に 製品の品質、風味、醸造技術などに力を入れている。伝統的な職人技によるビール醸造はヨーロッパでは何、世紀にもわたって存在しており、多くの国々に広まっていたが、今につながるマイクロブルワリーの動きは、イギリスで1970年代に始まった。マイクロブルワリーが一つの運動として広がっていくにつれ、一部のブルワリーは、 生産量や配給網を拡大したため、より広い概念として、クラフトブルーイング、クラフトブルワリーが登場した。また、ブルーパブと呼ばれる、自家醸造のビールを提供するパブもある。マイクロブルワリーは、ブルワリーの規模が、ごく小さいことを捉えて用いられるようになった言葉で、あるが、その後徐々に、醸造法の柔軟性や、応用、実験的取り組み、顧客サービスなどにおいて、 一般的なビール会社とは異なる姿勢や手法を持つことが意識されるようになった。アメリカ合衆国においても1980年代にこの言葉と流れが広がり、やがて年間の生産量が1万5千、米国ビール用バレルを下回る規模のブルワリーを指す用語として定着した。マイクロブルワリーは大規模市場向けのビール生産を行う大手のブルワリーとは異なり、 低価格競争や広告を重視するのではなく、品質と多様性で競う、マーケティング戦略をとっている。マイクロブルワリーの影響力は、その市場占有率よりもずっと大きい。マイクロブルワリーの市場占有率は小さく、イギリスの場合でわずか2%ほどしかないが、大手にブルワリーが、クラフトビール市場に新たなブランドを投入したことに示されているように、その影響力は、 市場占有率よりもかなり大きい。その後、マイクロブルワリーはニュージーランドやオーストラリアなど他の国々にも徐々に広まった。2012年のニュージーランドではアルコール消費量が1500万リットルも下落したが、その理由はニュージーランド人が低価格の一般的なブランドのビールよりも価格の高いプレミアムビールを好んだためだとして、 マイクロブルワリーの存在が取り沙汰されたウェブサイトザフードセクションはナノブルワリーという言葉を用いこれをマイクロブルワリーをさらに小規模にしたもので一人の企業家が単独で運営していることもしばしばであり生産量もさらに少ないと定義しているアメリカ合衆国財務省はナノブルワリーを販売目的でビールを生産する非常に小規模なブルワリーの経営体としている クラフトブルワリー、クラフトブルーイングは20世紀末におけるマイクロブルワリーの動きを継承して、この産業が発展したことを受けて、より広範な概念として生み出されたものである。その定義は必ずしも一貫していないが、典型的な場合には、比較的小規模な独立資本の商業的ブルワリーが伝統的な醸造法によって、 風味や品質に力を入れた生産を行うことを指している。この言葉は1970年代以降に新たに設立されたブルワリーについて用いられるのが普通だが同じような特徴を持ったより古い時期からのブルワリーにも用いられる。アメリカ合衆国の事業者団体であるブルワーズアソシエーションはブランドの透明性にを払っており、クラフトブルワリーを小規模独立 伝統的と定義している。キャンドアートワークオブザモダンアメリカンビアキャンの著者ラス・フィリップスによれば、アメリカ合衆国では2012年からの短期間のうちにクラフトブルワリーによる缶ビールの生産は倍増し、500社以上が缶ビールの生産に乗り出している。缶ビールは以前には大手ビール会社と結びついたものであったが、その後は冷やしやすくビールの質を落とす。 光の作用に影響されない上、運搬に容易で、貯蔵や輸送の際に必要な空間の少なくすることができ、包装デザインに使える缶の表面積も大きいなど、様々な理由から、クラフトブルワリーにも好まれるようになった。オハイオ州シンシナティに拠点を置くクラフトブルワリー、リネガイストの代理人が2014年6月に説明したところによると、缶ビールよりも瓶の方が、 味が良いという見方はもはや過去のものであり、ほとんどのアルミニウム缶はポリマー加工によってビールが風味に問題を起こすような金属に触れることがないようにしてあるという。しかし缶から直接飲む場合には金属的な味を感じることが避けられないので、ほとんどのクラフトブルワーは缶ビールをグラスに注いで飲むことを勧めている。 2014年6月の時点で BA はクラフトビールの3%が缶ビールとして販売されており60%が瓶残り分け具であると推計しているブルーパブはブルワリーとパブを結びつけた言葉であるブルーパブはパブやレストランがその場所で自家醸造したビールを提供するものなどを指すブルーパブは アメリカでは1990年代に流行し始めた。マイクロブルワリーという言葉は、イギリスで1970年代後半に生まれたものであり、伝統的なキャスクエールを生産し、大手ビール会社やパブチェーンから独立している新世代の小規模ブルワリー群を指していた。こうした手法で最初に成功した事例は、ビル・アークハートが、 ノーサンプトンシャー州リッチバラで1974年に設立したリッチバラブルワリーであった。アークハートは大規模だったフィップスノーサンプトンブルワリーが1974年5月に親会社のウォトニーマンの意向でカールスバーググループによるラガービールの新たなイギリス工場に用地を開けるためビール工場を閉鎖する前の最後の主任ブルワーだった。イギリスには キャスクエールを生産する小規模な商業的ブルワリーが多数存在しているが、その中でも最も小規模なものはマイクロブルワリーとされ、中には一般家屋のガレージのような小さな空間で営まれているものもある。イギリスではマイクロブルワリーと大規模なビール会社の区別はさほど大きなものではなく、両社の間には様々な規模のブルワリーが空撃を埋めるように、 連続して存在している。大規模な商業的ブルワリーが発展する前のイギリスではビールは販売される場所で醸造されているものであった。エールワイフたちはエールワンドとも称されるホップを支える長い棒を目印に出しビールが出来上がったことを知らせていた。中世の書き手たちは飲酒を今めることよりも 十分な品質の強いビールを確保することに関心を寄せていた。人々が醸造に関わるようになっていくにつれ、ギルドが組織されるようになり、1342年にはブルワーズギルドインロンドン、1598年にはエディンバラソサエティオブブルワーズが結成された。やがて醸造業がより一層に組織的で信頼できる形になっていくことで、数多くのイニやタバーンでは、 ビールの自家醸造をやめて、初期の商業的ブルワリーからビールを仕入れるようになっていった。しかし、他方ではビールの自家醸造を続けるブルーパブもあり、例えばコーンウォール州ヘルストンのブルーアンカーは1400年の創業でイギリス最古のブルーパブと考えられている。イギリスでは20世紀を通してパブの裏手に醸造所を設けて、 ビールを自家醸造していた伝統的なパブの大部分がより大規模なブルワリーに買収され自家醸造をやめてしまった。1970年代半ばの時点で残存していた自家醸造のパブはシュロップシャー州マデリーのオールネーションズ、ウェスト、ミッドランズ州ネザートンのジオールドスワン、シュロップシャー州ビショップズキャッスルのスリータンズ、コーンウォール州、 ヘルストンのブルーアンカーの4カ所だけであった。それまで、ラガービールに吹いていた追い風に変化が生じたのは1970年代のことで、キャンラによる伝統的な醸造法を求める運動が支持を集め、ビール評論家、マイケル・ジャクソンの著書、ワールド、ガイドツービアの成功が、イギリスの醸造家たちの背中を押し、リングウッド・ブルワディのピーター・ウォースティンのような人々が、 自家醸造の小さなブルワリーやブルーパブを設けるようになった。1979年、イギリスのブルーパブのチェーンであるファーキンブルワリーが設立され、一時は100店舗を超える規模に達したが、後にチェーンは売却され、参加のパブはビールの自家醸造をやめてしまった。イギリスのブルワリーの中にはエールの醸造に特化しているものもあるが、 ヨーロッパ大陸由来のラガーや白ビールも、醸造しているものもある。イギリスの小規模な独立系ブルーパブの例としては、バーアンリーのミニストリー・オブ・エールズ、オックスフォードのヘディントンにある、メイソンズ・アームズ、ダービーのブランズウィック・イン、カンブリア・シューイングスのザ・ウォーター・ミル、ベリー・セント・エドマンズのオールド・カノン・ブルワリーなどがある。2014年5月のガーディアン・ガは、ブリストルで、 マイクロブルワリーが盛んであることを報じた。そこでは、タバコファクトリー、カッパー・ジャックス・クラフトハウス、アーバン・スタンダードなど10カ所のブルーパブが、創生するブリストルのクラフトビール醸造所とされた。ロンドンのイーストエンドも特化した、クラフトビールとユニークな独立系パブ、ブルワリーの存在で知られている。ガーディアン紙は、イーストロンドンのクラフトビールパブについても、 興味深いリストを作成しており、地元イーストエンドの複数のツアー会社もそれぞれに食事とクラフトビールを巡るツアーを販売している。クラフトビールの人気が年々高まる中で、イギリスでもクラフトビールの定期購入クラブが数多く登場するようになった。この動きはアメリカが収穫期限の,のものであるが、イギリスの人々にも新たなクラフトビールを発見する機会を 大西洋を隔てたアメリカ合衆国の場合と同じように提供するようになっている。アメリカ合衆国では自家醸造家として賞を受けたこともあるケイ・フローリアン・クレンプが2008年に記したところではアメリカ開拓史の初期に続いてクラフトビールの動きが復活したのは1965年にフィッツメータグがサンフランシスコのアンカーブルーイングカンパニーを廃業から救って 取得した時から始まったとされる。2014年6月のインタビューで、オレゴン州のマイクロブルワリーのオーナーは、単に素晴らしいビールを作る以上のことをしなければなりません。本当に革新と創造性が問われ、伝統的なビールのマーケティングという箱の中から踏み出していくんですと説明し、その一方で、従業員は、心と魂が業務の真髄だと語っている。 人口あたりのマイクロブルワリー、地域的、ブルワリー、ブルーパブなどの分布。1965年にメータグが買収したアンカーブルーイングカンパニーの方向転換がアメリカ合衆国のビールにとっての転換点となり、クラフトビール復活の発端となり、その後1979年のジミー・カーター、大統領によるビール市場の規制緩和を受けてマイクロブルーイングのブームが到来した。 この時期にはホームブルーイングを始めた人々もおり、その一部は規模を少し拡大して生産してようになった。醸造のインスピレーションを求めた彼らは、何、世紀も前の伝統的な職人技によるビールや、イギリス、ドイツ、ベルギーで続けられていたキャスクエールの生産に目を向けた。1976年創業のニューアルビオンブルーイングカンパニーは、 アメリカ合衆国の醸造家たちが小規模な商業的、ブルワリーを建設する上で、青図となった。こうして生産された製品の人気は高く、この動きはしわたたく間に広がって、多数の小規模醸造所が創業し、しばしばバーを併設して、いわゆるブルーパブとなり、製品を直接販売できるようにした。アメリカ合衆国のマイクロブルワリーは、典型的には卸売りを通す。 伝統的な三層システムによっているが、中には、自らが流通元となって小売りに販売したり、直接に消費者へタップルームや不設のレストラン、さらには醸造所から離れた出先で販売する例もある。アルコール類への規制は、アメリカ合衆国憲法修正第21条によって、州に委ねられているため、法律の内容は州ごとに違いがある。 2013年10月1日の合衆国連邦政府機関の一部閉鎖を受けて財務省の下にある種類タバコ税貿易管理局も閉鎖となりクラフトビールの生産者たちは一時的に活動休止を余儀なくされた TTB は新たな醸造所、レシピ、銘柄などについて承認を与える責務を担っている合衆国におけるマイクロブルワリーへの関心は広がり 1982年には、ワシントン州ヤキマに、グランツブルワリーパブとも通称された、ヤキマブルーイングが開業して、ウィリアム・ペン、サミュエル・アダムズ、パトリック・ヘンリーといったアメリカ初期の有名な、偉人たちの名を冠した、ブルワリー・タバーンが復活し始めた。当初の成長は、父としたもので、合衆国に5件目のブルーパブが開業したのは1986年だったが、 その後は顕著な成長があり、ブルワーツアソシエーションは2012年の時点で地域的なクラフトブルワリー、マイクロブルワリー、ブルーパブなどを合わせて2075件が合衆国に存在していると報告した。クラフトブルーイングはどこよりも合衆国で最も盛んになったが、これはクラフトブルーイングの拡大の基礎となった法改正がなされたためであった。 1978年にはカーターホームブルーイング法によってビールやワインの少量生産が認められ、1979年には醸造業界を規制緩和する法案にカーター大統領が署名し、ブルワリーの新規創業がより容易になったが、各州はそれぞれ地域的な制約を課すことが可能であった。とはいえ、 規制緩和によって1980年代から1990年代にかけてホームブルーイングは趣味として人気を高め、1990年代半ばには家庭での趣味としての自家醸造を基礎に事業を立ち上げる醸造家たちが現れた。例えばサンフランシスコのセルベサリアでマテベサは二重ガロンに相当を醸造する小規模な装置で稼働している。 ブルワーズアソシエーションによれば、1979年には89カ所だった合衆国のブルワリーは、2013年3月時点で2416カ所が稼働中であり、そのうち98%に当たる2360カ所はクラフトブルワリーと考えられており、その内訳は、ブルーパブ1124カ所、マイクロブルワリー1139カ所、 地域的クラフトブルワリー97箇所であった。さらに、クラフトブルワーは1560万バレル以上のビールを販売しており、合衆国のビール市場のおよそ7.8%を占めている。2007年の時点で、アメリカ最大のクラフトブルワリーは、サミュエル・アダムズを製造するボストンビール社であった。ブルワーズ・アソシエーションは、アメリカにおけるクラフトブルワリーを小規模で、 独立した伝統的なものと定義している。小規模はビールの年間生産量が600万バレルを上回らないこととされ、独立はクラフトブルワー自身が株式の75%以上所有、ないし支配下に置いていること、また伝統的とはビールの成分の50%以上が伝統的、ないし革新的な成分で作られていることとされる。この定義は、 小規模のビール生産を伝統的に行ってきた古くからのマイクロブルワリーも含む一方で様々な規模で多様な特色のあるビールを生産しているブルワリーを広く含むものである。ブルワーズアソシエーションはアメリカにおけるクラフトブルーイング市場を4つの業態に分けて定義している。マイクロブルワリーは年間生産量が1万5千バレル以下の小規模ビール醸造所であり、 ブルーパブは生産するビールの25%以上を醸造した場所で直売するもの、地域的クラフトブルワリーは年間生産量が1万5000バレルから600万バレルの間の規模で製品の50%以上がオールモルト、ないしは風味をつけるための添加物だけを用いたビールであるような醸造所、そして契約醸造会社は自社では醸造をせずに 他のブルワリーに醸造を委託して自社ブランドのビールを生産させる事業者である。2014年3月、ブルワーズアソシエーションはクラフトビールの定義を変更し、醸造過程における添加物についての条件を一切撤廃した。この変更によってイングリングのような長い歴史を持つブルワリーが新たにクラフトビールの定義に含まれることとなった。BA の声明は 次のように述べている。何世代にもわたって事業を継続しているブルワーが伝統的とされないという理念は多くの会員にとって矛盾をはらむものと感じられていた。ブルワーたちは長い間それぞれの時代に調達できるものを使って醸造してきたのである。改定された定義付けにおいてもクラフトブルワーたちが革新的な能力を発揮して新たなスタイルのビールを 開発したり、既存のスタイルの中で創造性を発揮する余地が開かれている。改定された定義では、添加物が特定のビールの風味を強めるのか、軽くするのかといった、ブルワーズアソシエーションのスタッフによる主観的な評価を廃止した。このブルワーズアソシエーションの決定は、ミッションステートメントとともに、ビール業界における市場選挙率の目標を更新するものでもあった。 ブルワーズアソシエーションの会員は2020年までにビール市場の20%を目指すという目標に向けて努力するものとされており、これについてデシューツブルワリーのオーナーでブルワーズアソシエーションの2014年時点の理事長であるゲイリーフィッシュは次のように述べている。ザ2 0倍2 0という目標はクラフトビールのコミュニティを知った激励する目標値であり、 また、被査的なものでもある。この目標は、私たちの業界が自分たちの強みと情熱に焦点を当てる取り組みを続け、高い品質で革新的な香り高いビールをクラフトビール愛好家たちに提供していけば、達成に手が届くものだと私は確信している。さらに、品質へのコミットメントを掲げ、ホームブルワーやブルワリー愛好家たちの位置づけを明確にしておくことで、 我々はさらに、クラフトブルーイング業界の健全な成長により一層重要な役割を果たすことができる。カナダでは、主に西海岸やケベック州、オンタリオ州といった大規模な国内市場が存在し、少数の大手ピール会社が支配的な地域で、マイクロブルワリーも盛んになっている。オンタリオ州のマイクロブルワリーの多くは、 オンタリオクラフトブルワーズという組織を結成している。他の地域にも同様の組織がある。カナダ全土で一貫して用いられるようなマイクロブルワリーの定義は存在していない。実際、地方政府ごとに小規模ブルワリー、マイクロブルワリー、マイクロブルワリー及びナノブルワリーなどの用語が生産量によって定義されているが、それぞれの分類基準となる数値も地域ごとに 多様なものとなっている。とはいえ、クラフトブルワリーないし、マイクロブルワリーの大部分は規模が小さく、地元資本によって、しばしば家族的に所有されていることが多い。そうしたブルワリーの中には、大手に売却されてしまった例もあるが、そうした場合でもほとんどのニュースメディアはクラフトブルワーとして言及し続けている。ただし、そうした所有権の変更が起こると、 各地のクラフトブルワーの組織からは会員資格を失うこともある。マイクロブルワリーの大部分はより一般的な用語であるクラフトブルワリーの概念の中に収まる。2006年当時、カナダには88カ所のそうした施設があったが、2015年時点ではそれが520カ所まで増加した。この成長は特にオンタリオ州で顕著に見られ、 このカテゴリーのブルワリーの売六上ーは36%の伸びを示した。2015年時点のカナダでは、こうしたブルワリーの市場選挙率が10%ほどになっていた。1984年、それまでの種類に対する規制が変更されたことを機に、建築家だったポール・ハドフィールドは、ブリティッシュ・コロンビア州ビクトリアで、スピン・レイカーズ・ガストロ・ブルー・パブゲストハウスを創業した。 ハドフィールドは、この事業を拡大して、ビール醸造からインスパイアされたというジェリーやチョコレート、バンイ、ビネガーなどを手掛けている。ドイツでも、こうした潮流は一部の地域で顕著になっているが、小規模ブルワリーは、もともと他国よりも広く、各地に存在してきた。小規模で、地域的なブルワリーの多くは、マイクロブルワリーの定義に当てはまる。ドイツなどのマイクロブルワリーの中には、 何百年も伝統的に醸造を継続してきたところもある。2010年の時点でドイツには901箇所の小規模ブルワリーが存在していた。連邦統計局は小規模ブルワリーの定義を年間生産量500キロリットル以下としている。小規模ブルワリーの負担するビールへの課税額には1972年から軽減措置が取られており、 1993年に改定された現行制度では年間生産量が2万キロリットル以下の場合には何らかの軽減措置がありさらに小規模になるほど段階的に税負担が軽減され500キロリットル以下では50%の軽減率となっている2016年の時点で小規模ブルワリーの市場選挙率は1%未満にとどまっている 小規模ブルワリーのうち638箇所は100キロリットルにも満たない量しか生産しておらず、競技のマイクロブルワリーに相当するものと考えられる。こうした統計数値は商業的ブルワリーだけが対象であり、個人の趣味として行われている醸造は数に入っていない。ドイツ、フランケン地方アウフゼスのブルーパブ、ブラウエライガストホフローテンバッハ。こうした 小規模ブルワリーのおよそ3分の1は500年に及ぶ伝統を守っており、その大部分はフランケン地方に立地している。他方、残りの3分の2近くは過去25年間に創業している。小規模ブルワリーの大部分はブルーパブを併設している。一部の論者によれば、1982年にヤンペッツがテレビ番組ホビシークで取り上げたハウスブラウ。 全ン,ンナンバー80のキットをケーキとして、ホームブルーイングを趣味として始め、やがてその能力を活かして、地域的な商業的マイクロブルワーとなったものが、マイクロブルワリーの流れを生んだのだという。このキットは、一種類のビールを作るだけのものであったが、これが幅を広げて、クラフトビールにつながっていったのである。2000年代のドイツでは、 ベルリンやハンブルクでこうした特色を持ったブルワリーが発展した。ルール地方のボーフムでは2013年からトリンクハーレと称されるクラフトビールを提供するパブが登場している。同時に大手のブルワリーもクラフトビール市場に参入するようになった。デュッセルドルフのシュルュッセルブラウエライは1640年からクラフトビールを作り続けていると称し、ビットブルガーは クラフトベルクと名付けたブランドを新設。ラーデベルガーグループは、子会社、大インターナショナルブラウマニアファクチャーン、GMBH を創設した。このラーデベルガーの子会社は、14種のビールを作り出し、提携するブルワリーから25種の製品を揃えている。他の諸国と同じように、マイクロブルワリーやブルーパブの交流は、ビールの大量生産。 流通への反動として生じた現象であった。ドイツでは伝統的なブルーパブであるブラウハウスがビールの供給において依然として重要である。特にドイツ南部、とりわけバイエルン州ではこうした実態が顕著である。バイエルン州北部のオーバーフランケンは世界で最も高い密度でブルワリーが存在する。オーバーフランケンの人口は100万人ほどであるが そこにおよそ200カ所のブルワリーが集中している。その大部分はマイクロブルワリーやブルーパブである。イタリアではマイクロブルワリー、チビールの流星が1990年代半ばから起こっており、2000年代初頭に大きく成長している。2016年にはチビールの醸造所は1000を超える。復元料にブドウを使ったり、栗を使ったりと、 醸造されるビールのバリエーションが豊富なのが特徴であり、他国のブルワリーからも参考とされている。1994年に日本の税法が改定され、ビール醸造免許と取得するのに必要な年間生産量が200万リットルから年間6万リットルに緩和された。これを受けて日本各地に小規模な地域的マイクロブルワリー設立のブームが起こきる。 1990年代におけるマイクロブルワリーによるビール生産は地酒の後から派生してチビールと呼ばれブームが起きた。しかしこういったマイクロブルワリーでは安定した製品が供給できずチビールは高くでまずいという認識が消費者に広まり多くのマイクロブルワリーは廃業していき2000年を過ぎたあたりでブームは終焉した。2014年にキリンビールが 翌2015年にはアサヒビール、サントリー、サッポロビールと日本国内の4大ビールメーカーがチビールの製造とチビールを提供する店への本格参入を発表したことからチビールをクラフトビールと呼ぶような第二次ブームが流星している。マイクロブルワリーはアジアでも数が増えている。2013年7月の時点で世界最大のビール消費国である中国では クラフトビール市場は急成長しており、有効、スローボートブルワリー、上海酒工房、上海ブルワリー、拳激猫山頂、ボクシングキャットブルワリーなどのブランドが知られている。2013年7月の時点で、上海のブルーパブの件数は、2010年から倍増していた。ビール全体の消費量は、2013年をはじめに、年間5万キロリットルに達したとされ、 クラフトビールへの関心も高まってきている。大薬種、グレートリープブルーイングは、数多くある、まだ歴史の浅いマイクロブルワリーの事例の一つであり、北京のビール生産工程では、ローカル化戦略の一環として、伝統的な中国の添加物や香料が用いられている。中国最大のブルーパブは、蘇州市で台湾のビール会社である金色三麦が運営に、 当たっているもので、クラフトビールの愛好家は、中国在住の外国人のみならず、地元の中国人の間にも広がっている、クラフトビール革命地域を変えた、アメリカの小さなチビール企業発売日、二千十五年七月三日、出版社、DU Books 著者、スティーブ・ヒンディ翻訳和田裕子 i s b n 九百七十八から四から九十万七千五百八十三から五十四から、 ありがとうございます。